結果発表。見事トップ通過はギャルチームムチプリ。それに突撃ミサイルランアートバナナ一家が続いた。団体は勝ち上がりのトーナメント戦。まずは青森対決、ムチプリ対バナナ一家。さあスタートしました、ムチプリです。やばいのが先頭にいるぞ。あ、FC ですね。さあいいですよ、前の2台は、前の2台はいい。さあいい状態でいった、いい状態でいった。何気にね、グリップまですごく良かった、はい、良かったですね、良かったです、はい、さあスタートしていきます。バナナ一家どういう走りを見せるんでしょうか。遠山が行く、戸建が行く、そしてその後ろから差し並み、さあ前に台が当たる、最後は面白かったですけど、はい、勝ったのはなんとムチプリ。 お次は山形ランアート対宮城突撃ミサイル。さあ突撃ミサイル突撃していきました。どういう走りを見せるのか。大野武が先頭です。前4台は近づいている。さあ1号が一番綺麗な1号、小室健二の車が、あーかっこいい、倒れた倒れた。面白得点80点、うん、さあ動き出した。ランアート捨て身のパフォーマンスは出るかどうか。斉藤圭介、河野美徹が来ます。そして斉藤春樹、123、3代目春樹が斉藤春樹、アンダー、後ろもアンダー、決定です。からダメだ。決勝進出はなんと突撃ミサイル。初開催の青森で表彰台の頂点に輝くのはどっちだ。さあいよいよ決勝戦、よし、地元青森八戸。さあムチプリ近いぞ、いい状態で、いいんですいいんです、これでどういう走りを見せるか。さあ FC が蹴ってきた、その後ろから井本が入っていく、さらにその後ろから白いエース1音がちょっとアンダー出しながら1、2、3、おお、ここはやはり綺麗、ここはなんとか綺麗に渡りますね。これね、基本的には帳尻を合わせるんですよね、はい、見せ所うまいよこれ、はい、走りは正当派ですね。 いいよいいよ。さあそうしますと突撃ミサイル、こちらの方が逆にパフォーマンスを見せなくてはならない、うん、はい、最後の出陣、大野武史の先頭は変わりません。近い、接近しています。4台は接近している。さあ1台目2台目アンダー、インガーに入って、そしてその後ろ横、かなり近い、かなり近い、ぐちゃぐちゃ、とても危ない危ない、カメラマンがなぜそこ行く、なぜそこへ跳ねられる寸前、危ねえよ。イエーイ、こんなのは大したことないと予期しているとは思いますけども、多分相当目ビビってましたよ、はい、それはビビるべ、はい、驚きの表情は取れました。取れてる取れてる。さあというところで決定ですね。でもね、はい、はい、発表は表彰式で行います。MSP からお届けしてまいりました今回のイカ天トーク大会、いや非常に楽しい非常に盛り上がりの中で皆さんのおかげで無事終了、ありがとうございました、ね、本当面白かった、うん、ということで、はい、とはいえ、はい、これ順位は発表しなきゃなりませんので、はい、発表してまいりたいと思います。今回の第118回イカ天優勝したチームは、優勝ムチプリ、ムチプリ、すべき青森初開催の優勝はムチプリ。3位にはバナナ一家が輝いた。優勝商品はオメガオイルと無料走行券をプレゼント。さらに
男顔負けの豪快な走りを見せた紫にノンケン賞のエアロが送られた。大事にしろよ。また我々いろんな行ったことないサーキットに行って、はいはい、ぜひイカ天を行いたいと思います。ぜひこんな感じで我々と一緒に盛り上がりたいという方はこちらまで、ね、ということで本当に楽しかったトーク大会、皆さんどうもありがとうございました。次回イカ天は中国大会の予定。男の中の男出てこいや。